はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい。えーとですね、これね、いくつかね、えー、話題があります。これ取り上げてる方もいらっしゃいますね。ごめんなさいね。はい、えー、なんというかね、えー、これね、えー、NHK のニュースなんですけど、 はい。えー、これを引用してるね、ブログ記事がある。ブログっていうか、ノート記事ですね。あるんで、皆さんにご紹介いたします。何がかというとね、えー、あの、例の虫ちゃんですね。はい。コウノロギロギくんです。はい。えー、虫ちゃんを餌にして育てたね、えー、タイガはい。マダイですね。マダイが、あ、来月から出荷されるようです。はい。もう、どん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 来てますね。やってきてます。はい。 えー、日本ではね、イタリアみたいなね、えー、我々はね、そんなもの食べないぞーっていうようなね、意気込みはないんでしょうかね。はい。えー、ちなみにね、えー、このマダイちゃんなんですけど、飲食店とかね、旅館などに降ろされる予定だそうです。で、もってね、えー、なぜかね、普通の、はい。 普通に養殖したものよりも成長のスピードが速いそうです。何かいじってるんでしょうかねこれ。はい。えー、こうのロギーに。はい。なんかいじっちゃってるんでしょうかねはい。なんかゲーのね、飲む飲むをね、こう、組みット買い替えとかしたりとかね。そういうことしてるんでしょうかまあ、やるって言ってましたからね。 はい。えー、やってるんでしょう、うきっと。はい。まあ、そんなこんなでございます。とりあえずね、えー、本格化してきました。で、まあ,あ、一説によるとね、いろんなね、加工食品ですね。えー、もうすでに混ざってるみたいですね。あの、チョコレートだったりね、なんかフライにも混ざってるっていう話ですよね。なんか例のね、あのー、有名な冷凍食品のね、会社もね、 えー、バックアップしてましたからね、この、このね、このロギロギくんをね、えー、の、作ってる会社をね、バックアップしてましたからね。はい。まあ、そういうことなんで、我々本当に、えー、こういったね、無視。はい、無視をね、食べないように、気をつけるためには、本当にね、最新の注意を払わなければいけなくなりました。今後ね、えー、飲食店ですね。 はい。飲食店や旅館。はい。え、まあ、マダイを扱うところなのでね。まあ、フレンチでも扱いますしね。まあ、日本料理でもイタリアンでもね。えー、まあ、イタリアンとかフレンチはカルパッチョとかね。まあ、そういった感じでね。えー、まあ、フレンチは、ね、あの、クリーム煮とかね。そういう感じなんでしょうけど。え、まあ、主に和食ですね。 これ気をつけないといけませんね。そのうちね、多分、真鯛でやってるので、他のね、他のお魚の種類ですね。それでもやる可能性は大いにあります。はい。これを、まあ、養殖してないお魚は大丈夫でしょうね。まあ、養殖してないお魚、あまあ、結局ね、あの、養殖しても、まあ、コストに見合わないようなお魚ですね。ええー、まあ、 あ,あれですね。あのー、イワシとか。はい。えー、あんなもん養殖ね、見合い、見合いませんからね。はい。えー、養殖するまでもないという。はい、えー。そういったもの以外、ちょっとお魚も気をつけないといけなくなってきたかもしれません。はい。まあ、大変な時期ですね、本当に。えー、まあ、ね。いろんなね。 え、備蓄がある方はもうそれでね、やっていけばいいと思います。はい。えー、まあ、マグロもね、えー、養殖はできませんのでね、あれ、回遊魚なんでね。はい。えー、なので、まあ、いろいろね、えー、考えて備蓄した方がいいですね。あと、お魚ですね、えー、外に食べる機会があるときね、食べに行く機会があるときは、 あ、もう、こうしたね、養殖魚はもう選ばないようにしないとね。えー、これはね、お寿司屋さんなんかでもそうですね。お寿司もそうですよね。やっぱり、養殖魚じゃなくて天然のね、お魚をいただくようにね、えー、しないといけないということでございます。まあ、いろいろね、えー、大変な事態になってきました。あ、とりあえずね、こちらの記事も、 ペ、えー、ぺったんこしておきます。これはね、概要欄に貼れると思うんで、概要欄に貼っておきたいと思います。はい。えー、まあ、これ、でもね、NHK ですかね、天下のね、えー、そちらの報道なんで、まあ、確実でしょう。はい。まあ、いろんなものがこれからあ入れられてくるということです。特にね、日本はね、シュワッと ブーの手下な,んで忠実な,る、ね、なのでイタリアとかねハンガリーみたいなことには多分ならないでしょうね残念ですけどはい、えー、そういうことでございますはい、えー、では皆さんね、えー、まあうーん注意いたしましょうそれでもねまあイタリアとかハンガリーのようになるにはね日本の皆さんがもうちょっとね声を上げればね まあ、こんなもの食べたくないとかね。もう、かわーんとか言えば、まあ、別なんでしょうけどね。はい。まあ、そんなこんなでございます。それでは、皆さん、また、ごきげんよう、沖縄、おばばでございました。はい、みけしゃーん。みけしゃーん。あーい、向いてくれましたね。かわいいですね。近いですね。はい。